ピックに向けて世界最終予選に臨むのはロコ・ソラーレ。北海道銀行はあと一歩及びませんでした。吉田知那美がすぐにしゃがみ込んでしまいました。笑顔に涙が浮かんでいます。誠さん、市川美代さん、お二人の解説でお伝えしてまいりました。いや、敦賀さん、最後はプレッシャーがかかったでしょうね。そうですね、これだけやはり吉田知那美選手が泣き崩れたのは、やはり自分の投げたストーンがガードになって、最終的にやはり藤澤五月さんにプレッシャーをかけるショットを投げさせたということで、ただそれを決め切った藤澤選手もやはり本当にすごかったし、最後の最終エンドの最後まで投げさせた北海道銀行も本当に素晴らしい試合をしてくれたなと思いますね。チームを作った本橋真理さん、そしてリザーブの西崎琴美選手も寄ってきました。小野寺良治コーチも含めて7人で輪を作りました。代表決定戦は本橋真理さんと吉村が抱き合いました。市川さん、お互いも尊重して、素晴らしいシーンですね。そうですね、やはり、ライバルでありながら同じ舞台で戦う仲間でもありますので、いや非常にお互いに複雑な思いを抱えてはいるとは思いますね。放送席、2連敗からの3連勝で日本代表をつかみましたロコ・ソラーレの皆さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。涙が止まらない選手も多くいますが、では順番に上がっていきます。まずリードの吉田夕梨花選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。率直にはどんな気持ちですか？いや、今はあんまり実感がないんですけど、本当に今一番本当にチームを誇りに思います。本当にその感情だけです。連敗した後、後がない状況からでした。プレーしていてどんな心境だったんですか？2連敗したおかげですごくもう覚悟も決まって、腹をくくってもうやるしかないって思ってたので、そして私は個人的になんですけど、2月のミックスダブルスで2連敗からの8連勝で優勝してたので、2連敗は大丈夫だなって、また試合があるから何も悲観することなく、とにかくチームで戦おうって、それだけを決めました。プレーを見てますと本当に常に落ち着いていて、最後までそのらしいプレーが出ていたと思いますが、どうですか？そうですね、本当にリードとして、そしてロコ・ソラーレの一人として、もう後ろのメンバーが本当に楽になれば、私は本当にもうこのゲーム勝ったって言えるので、もうどれだけ後ろを楽にさせるか、もうそれだけでした。おめでとうございました。ありがとうございます。続いてセカンドの鈴木優美選手です。接戦に次ぐ接戦でしたが、どんな気持ちでプレーしてたんでしょう？本当に2連敗するまでは、なんか実力を出し切れば絶対勝てるって思ってたんですけど、2連敗した後に実力を出し切るだけじゃなくて、もっと気持ちだったりそういうのを前面に出して、私たちらしさをもっと勝ちたいっていう強い気持ちを出さなきゃいけないねっていうことをみんなで話して、そこからすごく切り替えれたのが良かったです。今日もそうですし、大会通して、ダブルテイクアウトもそうですし、ヒットアンドロールもそうです。本当にチームの流れ引き寄せていたと思います。その辺りどうですか？なんか本当にもうなんかチームのみんなのおかげというか、もうさっちゃんが幅取ってくれて、2人が入ってくれて決められたので、本当にもうチーム最高です。おめでとうございました。続いてリザーブとしてチームを支えました石崎琴美選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。毎試合ですね、試合が始まる前に選手たちをハグして送り出してました。どんな言葉いつも声かけたんですか？いや、あまり言葉はなんてかけてたかな。いや大丈夫だよみたいな感じででしたけど、とにかく諦
めないそういう気持ちをだけはこうなんか送り届けて、ハグしてました。これまでは見る側での立場もあった中で、はい、またプレーする側に戻ってきて、そしてこの舞台まで来ました。どんな思いでしょう。いやもう正直なんかあの日本選手権で決勝で負けてしまった時は、フィフスが私じゃ物足りなかったのかな、何かこう試練を与えられてるのかなって、そんな風に思った時もあったんですけど、本当にめちゃめちゃいいんです。うちらはゴロちゃんがいたから決勝行ったから本当に選手として戻ってこれたのは、ここにいる4人が一緒にやりたいって言ってくれたからで、こんな素晴らしい素敵な気持ちにもう一度選手としてさせてもらえてることに、そしてあの選手として送り出してくれた所属先の皆さんにも本当に感謝の気持ちでいっぱいです。恥ずかしいけど皆さん本当にありがとうございます頼もしい後輩たちですね。いやもう頼もしすぎて、こんなに本当に正直に2敗してからあの短い時間で気持ちを切り替えてこれだけやっと抜ける、こんなチームメイトと私は、共にすることがこの先あと世界で最終予選まずはそこを共にできることが本当に幸せですし、もっと強くなるみんなを近くで一番近くで見ていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。そしてサード吉田知那美選手です、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。一番泣いていましたが今涙落ち着きました。はいあの終わった直後座り込んでしばらく起き上がれませんでした。どの思いだったんでしょうか。ずっと怖くてずっと怖かったんですけど、ようやく雲の糸が降りてきたような気持ちです2連敗した後にこれまで自分たちは何度も崖っぷちを経験していると言っていました。とはいえ2連敗で後がなくなった、あの辺り内心どうだったんですか。あの後の短い1時間ぐらいの休みの中で、チーム全員でこの選手5人だけじゃなく監督、マリちゃん、チームスタッフ全員でどうするべきかという話をした時に、私たちは作戦のレパートリーも上回っていて、ショット率も全て上回っていて、ラインも美しく滑っているのに星だけ取れない、最後に何がないのかって言ったら私たちには運がなかったんですなので運が味方してくれないんだったら自分たちで運命変えようってだから今回は相手はガイドビッコさんではなく私たち の運命と戦った気持ちです。本当に今までロコ・ソラーレこの 1,2 年間くらいちょっとカッコつけてたなと思って、もうカッコつかないんだからつけるのやめようロコ・ソラーレらしくやろう、本当にそんな気持ちで戦いました。最後はどうでしょう、そのらしさは出せましたか。はい、超カッコ悪かったです超ダサかったです。でも私たちはトップアスリートになんかならなくてよくて、私たちはロコソラーレであればいいので、トップアスリートではなかったんですけどロコソラーレではあったなと思って自分を誇りに思います。おめでとうございました。ありがとうございます。最後にスキップ藤沢さつき選手です、はい、最後相手のストーン2戦見た中でのドローショット、あの時の心境教えてください。いやー緊張しましたでも投げる前に時間もたっぷりみんな残してくれていたので、もうどのくらいのウェイトで投げればいいかっていうのをもう全員で確認して、もうあとはもうスイープとチアの大コール信じて投げるだけだなと思っていたのもありましたし、2試合目の最後のショットを同じような展開で私がドローを決めればフォットに入れれば勝ちだったっていうショットは、あれはもう本当にスキップの一番の責任のショットで負けてしまったので、今この最後の試合絶対決めたいと思って投げれて決めて勝てたのが一番嬉しかったですし、いや
私本当なんだろう、一人じゃ絶対できなかったなっていうの、本当にみんながいてよかったなと思いますし、今回こうやって北海道銀行さんに2敗しなければこうやってロコスラーレらしさを取り戻すことも思い出すことも絶対できなかったと思うので、北海道銀行さんにすごく感謝したいですし、その他のチームの思いも全部乗っけて次の大会にしっかり臨んでいきたいなと思います。次さらに大きな目標に向かってという本当に大事な試合が12月にあります、どんな思いで向かっていきますか？もうでも今回すごい大会やってる中でもいろんな人に、いやもう本当ロコめちゃくちゃ楽しそうにやってるねっていうのを言っていただけて、私たちもこの大会中に、私よくその笑うチームって言われるんですけど、全然それだけじゃなくてもう喜怒哀楽全面に出して、もうかっこ悪いうちらを前面に出そうっていうのが本当にすごく氷の上でのパフォーマンスにすごくつながったので、もうチーム全員で次からもかっこ悪くがむしゃらにやりたいなと思います。今回は残念ながら無観客という中でしたが、テレビなどを通して多くの方がエールを送ってくれたと思います。これから日本の代表として、オリンピックに向かって最後に決意聞かせてください。まずは今日はすいません、ロコソラーレでみんなでうわっとお祝いして、で明日から、今度はユリカのフェニックスダブルスがあって、今度は私たちがユリカを支える番なので、ユリカ頑張れっていう感じでこの勢いのまま、いきたいと思っているんですが、いかがでしょうか？本当にもうみんなのサポートよろしくお願いします。はい、お願いします。本当におめでとうございました。ありがとうございました。